新作美白美容液徹底レビューです。肌に溶け込むように馴染むのを実感できます。各こだわりのつけ方、その名もスタンプ付けです。皆様ビューティー体験へようこそ。資生堂パーソナルビューティーパートナーのアイリンとスミレです。最近紫外線が強くなってきましたけど、スミレさんっていつ見ても本当に透明感のある肌で綺麗ですよね。ありがとうございます。いつも美白のお手入れ頑張ってる成果かな。絶対そうだと思います。美白マニアのスミレさんが今一押しのアイテムがあるんですよね。そうなんです。すっごくおすすめのアイテムがあるので、ぜひご紹介させてください。ということで、本日のビューティー体験は3月21日発売、ハク新作美白美容液徹底レビューです。今回進化したポイントとハクならではのお手入れ方法も一緒にご紹介していきます。本格美白ケアをしたい方、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていきましょう。今回ご紹介したいのが3月21日発売のハクメラノフォーカス EV です。ハクは18年連続美白美容液の売り上げナンバーワンなんですよね。はい、資生堂の美白といえばこのハクですよね。私も入社からずっと愛用しています。スミレさんの毎日の美白ケアってハクだったんですね。そうなんです。なんか美容部員の間でもこのハクの美容液手放せないっていう方すごく多いですよね。そうなんですよ。今回の進化ポイントはズバリ何なんですか？新しいハクの進化ポイントはズバリ浸透体験なんです。独自処方で2種の美白有効成分をシミの元に早く深く届ける浸透体験を提供することで、シミの原因に根本アプローチします。こちらをご覧ください。わあ、すごい。動画で見ると馴染みの違いがよくわかりますね。今手の甲に新しくなったハクを馴染ませてみたんですけど、確かに肌に溶け込むように馴染むのを実感できます。顔につけたらさらに気持ちよさそうですね。今回のハクは特別なつけ方があるので、美白マニアの私が実際に顔につけていきますね。わあ、楽しみです。ではつけていきましょう。今素肌に化粧水をつけた状態です。ディスペンサー2回押し分を手に取ります。顔の5箇所に広げます。そしてここからがハクこだわりのつけ方、その名もスタンプ付けです。人差し指から小指を使っていきます。このようにスタンプを押すようにしながら外側に向けて指を動かしていきます。鼻の横に手を置いて指1本分の間隔を意識して外側に動かしていきます。こんな感じでフィットしっかりさせてください。優しくスタンプを押すようにっていうのがポイントなんですね。そうなんです。触れると手に吸い付くようなこのもちり感がすごくやみつきになります。すごい気持ちよさそうです。ハクは美白美容液なのにクリームのようにしっとりと伸びて、乾燥を防ぐところも人気の理由の一つですよね。はい、さらに新しいハクは潤いで肌環境を整える新成分が配合されています。美白ケアだけではなく、乾燥が気になる方や乾燥によるくすみが気になる方にもぜひ使ってみていただきたいです。本当にすごいですよね。はい、私は美白ケアも保湿ケアも両方していきたいので、早く使ってみたくなりました。今年の美白ケアはこの新ハクで決まりですね。今回はハク新作美白美容液を徹底レビューいたしました。いかがだったでしょうか？今回の動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録お願いいたします。それではまた次回のビューティー体験でお会いしましょう。ありがとうございました。